拳銃のお父さんももう髪が真っ白でした。真っ白なはずです。拳銃が死んでから20年近くなるではありませんか。ある日、昔のその村から出て今アメリカのある大学の教授になっている若い博士が15年ぶりでふるさとへ帰ってきました。どこに昔の畑や森の面影があったでしょう。町の人たちも大抵は新しく外から来た人たちでした。それでもある日、博士は小学校から頼まれて、その行動でみんなに向こうの国の話をしました。お話が済んでから博士は校長さんたちと運動場に出て、それから